DC ウィークリーライブということで、今日はですね、ちょっとライブ、いつもとちょっと変則的にお送りするんですけれども、ライブ配信でちょっと川崎リアさんのインタビューをですね、公開しつつ、収録して、で、後日公開しようという算段でございます。改めまして、川崎リアさんです。今日はよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ですね、ちょっと見え方を変えさせていただいて、よっ。でですね、今日は、先週ですね、3月の5日、6日に、行われた、球磨川リバイバルトレイルですね、熊本県の、この球磨川の流域、2019年でしたよね、その台風で大きな、豪雨で大きな被害を受けたということからの、まあ、復興を後押しするという、こう、コンセプトで作られた大会というふうに伺っているんですね。で、ちょうどその後コロナ禍があったりして、大会、予定通りではなかったけれども、ついに開催にこぎつけたと。で、まあ、国内の中では、この100マイル、100キロというような長い大会、非常に長いトレイルの大会少なかった中ですので、まあ、そういう意味でも大きたくさんの、こう、ファンの方、トレイルランナーの方のですね、関心が集まった大会ではなかったかと思います。というわけで、そんな、僕の顔が皆さんに見えてないんですね。お二人に見えてないですね。はい。見せます。見ません。気がついた。なんか映ってなかったですね。はい。サラリーマンの岩瀬さんしか映ってない。いや、僕の静止しか映ってない。もう僕は見慣れてるんで大丈夫ですよ。あ、映った。こっちの方が話しやすい。角度が変わった。失礼しました。はい。覚えてますね。はい。というわけで、ちょっと内輪の話でしたけれども、はい。まあ、そんなわけで、その、まあ、その注目の大会に、この川崎さん、まあ、出場されて、はい、まあ、100マイル、166キロかな、そちらの方で、まあ、優勝されたということで、ちょっとぜひお話伺おうと。で、ご一緒していただくのは、いつもサンデートレイルご一緒していただいている矢崎智也さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、お願いします。というわけなんですが、川崎さん、まあ、そうですね。最近だと、イズトレイルジャーニーとかでも素晴らしい走り見せていただいた後だったんですけれども、先週はいかがでしたか？まあ、100マイル完走っていうのは初めてなのかな？完走は初めてです。ですよね。はい。はい。100マイル自体は2回目ですね、チャレンジは。そうですね。はい。UTMF、2019年の時の UTMF。はい。そうですね。雪で、ちょっと、ね、途中でコンディションが非常に厳しかった年でしたけれども。いかがですか？まあ、初めての100マイルで、初めて開催されるレース。まあ、川崎さんは、こう、五島列島ご出身だから、まあ、熊本ではないけど、まあ、近くのこの九州っていう場所の、この縁も感じ、友達とかね、ランナー仲間もたくさんいらっしゃるところだと思うので、そういう意味では、こう、いろんな思い出があって、先週は望まれたんじゃないかなと思いましたけれども、思うような話になりましたか？はい、はい、大会開催が決まってから、お声掛けいただいて、で自分としても 100マイル完走、初めての完走がその熊川がいいなと思ってましたので、まあ、大会に参加できて無事に完走できてよかったなと思います。でそれもやっぱりこう選手スタッフボランティアですね、皆さんこう知り合いが多くてとても励まされながらやっと完走できたなっていう感じです。この大会ってどういう、僕ちょっと簡単にね、今冒頭話したんですけど、どういう大会かってことを改めて、ちょっと川崎さんから紹介していただけないかなと思うんですけれども。はい。はい。まあ自分は大会作りには全然、関わってないんですけれども、はい、やっぱりその球磨川の災害がありまして、で、それでまあ、被災された方が多くて、場所も多くて、その球磨川沿いでコースをこう、つないだという。で、初めての100マイルレースを作り上げたような形でして、やっぱりトレイルランナーというかトレイルをしてる人だけじゃなくて、街の人だったり、役場の人だったり、たくさん関わってたので、すごくこうみんなこう、復興に向けての、まあ、足がかりといいますか、まあそういう大会にしようという意気込みはすごく感じられました。この実際、こう、走ってみて、このコース、ちょっと僕たちも、ちょっとどんなコースなのか、想像がつかない。まあ、累積標高とか見ると、結構まあ、侮れないコースなのかなというふうに思ったんですけれども。はい。
こう、川崎さんも多分事前にこう、走られた区間はあるかもしれないけど、すごい全体像はまだ走ってみないとわからないという感じだったんでしょうかね。はい。コース自体は全然自分走ったことなくて、はい。一部積量区間といいますか、そういう、似たような山は行ったことあったんですけども、その大会コース自体は全部初めてのところで、はい。まあ、前半はその積量区間だったり、で、後半は、まあ、ロード林道多いんですけれども、まあ、いいところ、いい山を通らせてもらったなっていうようなコースでしたね。うん、やっぱり川に沿ってるわけでは必ずしもなくてということなんですかね。割とこう、昔、うん、こうトレイルとしては、それなりに結構整備されてるとか、ハイキングコースみたいな感じだったりするのか、それともまあ、この先日、その、2019年の、そういう被害も大きかったところということで、から想像すると、なかなかこう、まあ、いろいろ整備はされたんでしょうけれども、だからそういう爪痕も残ってるような、こう、区間というのもあったりするんですかね。はい、結構やっぱり川沿いとかは爪痕がすごくて、まあ、地割れだったり、土砂崩れだったりもあったんですけれども、本当よくあのコース整備されていて、なんていうんですかね、トレイルも結構多分里山とかを作ったりとかして、あのコース整備されてると思うんですよ。まあ、そういうところも多くて、まあ、でも全体的にすごく走りやすかったですね。はい。そうすると、結構、こう 川沿いは、まあ、川沿いっていうか、まあ、そういう林道みたいなセクションが、こう、はい、でつなぎながら、この、はい、山というか、尾根を越えていったりとかっていうような、そういうようなイメージで、結構、はい、まあ、ワイルドっていうと言い方変だけれども、まあ、そういう、こう、大きな自然の災害の爪痕とかが、まだまだあるということを、こう、実感しながら、はい、この熊川の流域を、まあ、こう見ていくというか、はい、そういう知るというような、そういう体験ということになるのかな、ですかね。そうですね。やっぱり林道、どうしてもやっぱりロードと林道が多くなって、つなぐのは仕方ないと思うんですけれども、うん、まあ、つなぎながら山を越えて、そうですね、川沿いの、その、まあ、被災状況も見ながらといいますか、うん。で、最後は、あの、熊川の河口まで、あの、密採ということで、うん、結構河川敷を大回りするんですね。うんうん、はい、そこを。八代市になるんですかね、その後。はい、八代市の、まあ、日名子温泉まで行くんですけども、うんうん、ラスト15キロぐらいはずっと河川敷の、平地なんですけれども、うん、川沿いをずっと走るというようなラストのゴールのコースで、うん、はい。まあ、そうですね、長い熊川沿いをずっと走ってきたなという感じのコースですね。なるほど。はい、このそうすると結構橋全体として言うと川崎さんにとってみると、はい、走れる区間走りやすい区間が多いような印象っていうことになるんですかね。そうですね。はい、まあロード林道はもちろん走れるんですけど一つ山に入ると結構パンチのあると言いますか、うん、まあ走れない傾斜の山が結構多くて、まあ、まあ、メリハリがあるコースでしたね。山は走れず、ロード林道は走らされるというか。なるほど。はい。そのような、結構、一気に標高を稼ぐような山が多かったです。ああ。なるほど。やっぱその、そういう登りっていうのは、はい。結構まあ、それだけ急だと、まあ、必ずしも、なんか、整備というか、なかなか、うん、進むセクションとか、まあ、整備はされてるとは言っても、結構こう、ちょっと気をつけて進まないと迷うような感じもあったりっていうぐらいワイルドな感じっていうことなんですかね。うん、まあ、うん、そうですね。はい。まあ、迷うといえば、やっぱり最初の積量区間の山は、倒木だったり苔が多くて、結構わかりづらいんですよね。うん、まあ、普通の、天気いい日でも結構迷いそうなあのトレイルなんですけども、うん、結構その区間はコース整備がしっかりされていて、うん、ちょっとガスったりとか交差だったりで見えにくかったんですけども、うん、それでも走りやすかったりして、うん、でそのパンチのある山とかはあの、
まあ、わかりますね。わかるんですけども、結構、急騰が多かったですね。うん、はい。なるほど。このコースになったところの球磨川沿いが結構やっぱり、はい、まあ、災害の爪痕というところ多いと思うんですけど、うん、山の中っていうのもやっぱりそれ同じように感じるような場面ってありますか？あ、山の中は綺麗なトレイルっていうイメージでしたね。うん、そんな災害の爪痕とかはやっぱり川沿いが広かったのかなと思う。うん、そうなんですね。はい、ね、その今言ってたようなコースプロファイル見るとね、うん、あの100いくつでしたっけ、172キロですか、うん、で、はい、9000ぐらいですよね、9300方法が。でもみんな GPS では8000ぐらいでしたね、多い人で。うん、うん、まあ、それにしても100マイルの中だとだいぶね、あのプロファイル的には、うん、あのハードな、相当ハードな部類にはなるのかなと思うけど、うん、ね、特に、うん、反面で走れる区間もあるっていうところで言うと、はい、逆に山の区間のハードさっていうのは相当な、あの全体の中だとフラットと、うん、あの高低差のある部分とのギャップっていうのは多いのかなっていうのを感じたんですけど、特にあの、うん、前半のすごくないですか、山、うん、あ、この前半のパートね、コースでプロファイルを見ても、はい、前半にこう大きな上り集中してるっていう感じなのかな、こう山のセクションが集中してるっていうイメージなのかなと思ったんですけど、はいはい、そうですね、最初の上りはこれ林道なんですよね、ほとんど、うん、はい、で、まあ、ちょっとトレイル挟んで下りながら、そこから、まあ、林道とトレイルで脊梁区間に入っていくっていうイメージですね。で、脊梁区間は結構ずっとアップダウンが連続して、結構ボディーブローのようにきついんですけど、うん、はい、で、そ脊梁区間を抜けると、A3 ですかね、高野体育館。はい。はい。その辺が結構、川沿いの、まあ、被災状況がひどいとこが結構見られたコースで、うんうん、そっからの一山は、これ、ロードで登るんですよ。のけえ星登山口まで、うん。このロードの11キロぐらいの登りが結構、パンチがあるというか、うん、結構、結構ここで差がつくんじゃないかなというような傾斜のロードでしたね、はい、ここは。あ、はい、まあ、特にその、ね、トップ選手たちレースするとなると、うん、そういったあの、うん、走れるけどきつい傾斜っていうのはね、うん、なかなか100マイルだと嫌なところなのかなと思うんですよね。確かに今回は自分もその足を持たせるイメージで、うん、無理しないようにと思ったんですけど、やっぱり走ってしまうんで、うん、うまくこう歩きと切り替えながら、はいはい、やってたんですけど、まあ、難しいですよね、その切り替えが。確かに、まあ、山だとね、前後人が見えず、ね、自分のペースである程度行けたりするかもしれないけど、ロード区間となると、ね、ある程度見通しよかったら、ね、そう、前も後ろになったり。なんかロードの上りってなんか歩いちゃいけないじゃないけど、うん、歩けないっていうあれも、うん、はいはい、変なプライドも あるし、うん、そこの、はい、見極めというか、はい、体と相談しながらというか、うん、うん、はい、そういうのも、ね、大会自体はあのペーサーが OK なんですよね。ペーサー OK でね、 A3 からペーサーが、はいはい、まあ、ペーサーも110キロあるんで長いんだけど、ね、そうですよね、110キロもあるんだ。そう、110キロすごいですよね。それなんか大体珍しいぐらい長いですね。なんかね、長いですよね。で、今回は 7,8 人って言ってましたかね、ペーサーがついた方が。あ、はい、少なかったみたいですね。ほとんどみんなソロで走って、はい、そんな感じで。それだけ走れる人はみんなレース出たい、出ちゃいますよね。確かに確かに、うん、そうなっちゃいますよね、100キロって言ったら。もう一カテゴリーね、ありますからね、うんうん、はいはい、だいたい100キロ過ぎたあたりでペーサーっていう大会が多いと思うんだけど、ね、60キロから始まるっていうのは、うん、デポの区間も確か60キロのあたりだったんですけど、 それでいうと、ね、うん、その前半っていう部類がこの60キロ終わったところで一旦仕切ってるのかなと思うと、うんうんうん、後半に100キロ残ってるって考えると結構な長い距離ですね。そうですね、結構コースプロファイル的には長い、後半が長いような、うん、でもなんか体力のな使い方というか、で言うとちょうど半分半分なのかなっていう感じでしたね、終わってみれば。
うん、なんかそこまでが結構やっぱ山が多い、トレイルが多い区間だったので、うん、はい、結構一山越えてきたっていう。でそれ以降は結構ロードと林道が多めだから、まあはい、まあ、走らされるけどっていう、はい、半々な感じの自分的にはですね、うん、イメージでしたね。だんだんこの九州赤道のを含むような区間は、うん、多分山深いセクションだから結構人里、はい、人の気配感じないような雰囲気もあるのかもしれないし、うん、まあ一方で川を、川沿い、全部川沿いってわけじゃないけれども、山から川に沿って海へ向かうっていうコンセプトだから、やっぱり後半は少し、はい、こうだんだん人里が近づいてきて、なんか戻ってきたみたいな感覚になるんですかね。そういう。あ、そういう、はい、そういうコースでしたね。少しずつ道路とか人、こう、うん、集落とか、こう、道路とか、はい、に、が近づいてくるっていうような感じ。そうですね。はい。もう A6 あたりとかはもう集落ですし、うん、はい。そうですね。そこからはもう結構町があって、はい、でもあの、最後の一山はこのちょこんとあるんですけど、はい、ここは高岳という山で、結構そこがまたパンチある山で、おはい、うん。結構最後の最後の、まあ、ラスボス的な、はい。まあ、噂では聞いてたんですけど、うん、全然走れないような。断面図で見ると全然本当にあの、ちょっと登った気に見えるんだけど。いや、これ、急では、うん、急な感じではありますよね。なんか、急にここが切り立ってる、ね。はい。なんか、登山道というか、その、コースディレクターの方がコースを作ったみたいなんですけど、整備したみたいなんですけど、はい、うん、結構急に登らされるというか、うん、はい、で下りは登山道を下っていくので、まあ、いいんですけど、上りはもう全部歩かないといけないような急登でしたね。うん、はい、約 1.5 キロぐらいかな、まあ、きつかったですね。どうですか、全体通してはい、かなりメリハリあるコースだと思うんですけど、事前に何か考えてた、はい、まあ、戦略というかペース配分と、実際走ってみた中で、うん、それがね、思う通りにいったのか、うん、もしくはなんかこう身を任せていったのかでいうと、どんな感じでしたか。身を任せた方かなと、まあ、全然作戦とかそういうのはなくて、うん、とにかく、まあ、もちろんその行く前の段階で出れるかどうかもわからない状況はずっと続いてて、うんうん、まあ、実際正直こう100マイルに対する準備っていうのが全然できてない状態で行ったので、うん、まあ、完走したいなっていうのがまず一番にあって、うん、まあ、それはその完走できるペースでずっと自分の中で行こうと決めてたので、うん、まあ、マイペースでひたすら行ったんですけど、まあ、100キロ過ぎてやっぱりこう足が痛くなってきたりとかして、まあ、予定してたペースよりは後半遅れたんですけども、トータルで見ると、まあ、早いペースで行けたのかなという感じです。はい、どうですか、大きなトラブルとかはなかったですか。大きなトラブルはないけど、やっぱり両膝が痛くなっちゃって100キロ過ぎて、はいはいはい、もうその膝痛との戦いだったね、後半はずっと。はい、それはやっぱりコースのが厳しい、まあ、走れるセクションつい力が入るか、あんまそういうことじゃなくて、まあ、ちょっと疲労が溜まってたということなんですかね。どうなんですかね、やっぱり疲労ですかね、まあ、筋疲労とかもあるんですかね。でもその痛みが止まると痛いけど走ると消えていくような痛みだったので、うん、逆に止まらずに動き続けようというので良かったかもしれないですね。ずっと走り続けたっていう。なるほど。はい、はい、まあ、ダメージは相当きてますけど。いや、ロードっていうのもなかなか、ね、膝には負担大きいのかなと思うので。ああ、そうですね、やっぱロードと林道が多かった分、こうね、はい、走るあれが膝に来てるのかなっていう感じですけど、はい、うん、それでいうと下りの区間っていうのも林道なりそのロードが多いんですか。そうですね、全体的にロードと林道で下ったのも多かったのかなと。はい、うん、途中も結構ロードと林道で下りが多かったし、はいはい、まあその高野体育館までの A3 までのコースも林道とロードで結構下って10キロが下っていくんですけど、うん、そこも結構なペースで下ったので、多分そういうダメージが来たのかなと後半。
確かに、確かに、ね、その辺のペース配分とかは難しそうですね。特に、まあ、初めての大会だから何か、ね、あの指標になる数字もないだろうし、そうそうそうもうね、動くままにいっちゃったので、はいはい、後半ダメージがっていう、あのおそらくトップ選手いくらか並んだりしながらっていう場面もあったと思うんですけど、周りの選手はどうでしたか、うんうん、反応、コースに対するものとか。うん、一緒にいたのは最初の20キロぐらい、うん、あの小林誠司さんと一緒にいたんですけど、はい、うん、その中でも誠司さんと2人でそんな速くないよね的な会話をしながら言ってたので、うん、自分としては結構抑えて入ったんですけど、みんなもっと抑えてたんですかね。だからもう20キロぐらいからはずっと自分一人旅だったので、うん、あの大会中は全然会話とかはしなかったんですけど、じゃあもう独走でそうですね、後ろとの差も分からずはいはい、まあ、いぶき見ようかなと思ったんですけど、いぶきを見らずにずっと行ってたので、うん、じゃあそのペースがいいかどうかも本当に全然分からずというか、もう自分の感覚のまま動き続けたって感じなのかな。そう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 、ずっともう差が分からず、はい、はい、そんな、とりあえず自分のペースで行こうという。川崎さんが走ったのこの球磨川コース166キロ、100マイルの方は、はい、深夜のスタートなんですか。あ、朝、朝4時スタートですね。朝4時なんですか。はい、はい。じゃあ、まあ、走り始めは、ちょっと、まだ暗いけどっていうような感じで、はい、そうですね。なってくるというような。はい、3時間ぐらい暗くて、朝の、ですね。で、また夜に入るという。夜中にゴールしたんですけど。うん。そうですね。すると、まあ、スタート直後、まあ、そこ明るく、まあ、一番、そうすると、こう山深いセクションは明るいうちにみんな越えられるようなという、そういうようなこうデザインとか、そういう設計になってるんですかね。うんうん、そうですね、はい。で、自分の場合は最後のその高田家が深夜12時とかだったので、はい、夜景が綺麗で。あ、なるほど、なるほど。はい。最後夜景で癒されて降りていくっていう、自分の場合そうだったんですけど、うん、まあ人によっては朝方あそこ登って、八代市内を全部見渡せるっていうような人もいましたし、はい。そうですね。この、はい、そういう。まさに球磨川のこう河口に広がってる八代の、ね、はい、そうです、そうです。はい。なるほど。ちなみに、観戦されてる方っていうのは、観戦っていうのは応援、はいはい、来てくれてる方っていうのはいましたか？いや、応援はほとんどいなくて、うん、あれですね、地元のその住んでる方、うん、はい。はい、それこそあの水上村スタートだったんですけど、朝4時なんですけども、うん、結構みんな起きて応援してくれてて、そう、はい、おばあちゃんとか家の中からこう応援してくれて、なんかもう、はい、おはようございますみたいな感じでずっと最初行ったんですけど、うんうん、すごいなと思って、やっぱりその、はい、地域の方のやっぱり理解もあったのかなっていうような、受け、あの大会することそのものも受け入れてくれていたりとか、うん、はい、そういうイメージでしたね。そのところどころその集落に降りたりするんですけど、そこでも結構応援してくれてる人がいて、家の中からとか、はい、うん、はい、なんかあの九州全体あのコミュニティがね、トレイルランニングはすごいしっかりあって、はい、アットホームなイメージがあるんだけど、はい、うん、去年球磨川がやるやらないの時にやっぱりあの、うん、地域のためにとってもやる大会だから、そういう意味で延期しますっていう判断したのは、はい、あ、なんかいいなと思ったんだけど、うん、やっぱりそれがいい形でこう受け入れてもらえるっていうのはね、うん、今年開催できたことがやっぱ良かったですね。本当そうですね。こういう状況でもね、こうやって理解があって開催してくれて、うん、でまたあの各映像とかウォーターセッションにいるスタッフもすごい温かくて、みんな、うんうん、で自分の場合結構試合がところどころいたんで、うん、はい、もうすごいこう元気もらいながらずっと進めたんですよね、うんうん、だから良かったなと、はい、思ってますね。確かこの大会の主催にもそのコースになってる、うん、水上村、あ、はい、九重村、八代市、それぞれの自治体から教育委員、うん、教育委員会のこう市の職、あ、それぞれの市町村の職員の方もまあ加わってらっしゃるような感じだったので、なんかやっぱりその、うん、そういう地元、まあ非常にこう
大変な時期だと思うんですね。まあ、コロナのこともあるし、うん、まあ、もちろんその、うん、自然の災害とかも、まあ、まだまだこれから直していかないといけないこと、うん、こうね、あるとは思うんですけど、そういう中でやっぱり、こう人がもっといろんな人に来てもらえるようにっていう意気込みというか、うんうん、まあ、その主催されたね、コントラックセッションの皆さんも、あそこを、うん、まあ、大変だと思うんですけど、そういう、こう、いろんな方がこう支援してくださってっていうことで、ね、うん、多分、おじいちゃんおばあちゃん見てくださったの地元でこうこんなのあるからぜひぜひという話がこう、うん、ね、草の根でこう広げてくださった方たちが多分いるんだろうなという思って、まあ、ね、うん、そういう意味で第一回ちょっとこうね、予定よりはこう少し遅れながらも開催無事にこぎつけたというのは素晴らしい一つ、トレーランニングがまあ何かのお役に立つというか、このコミュニティのお役に立つということにもなったのかなと。こう思うんですけど、多分その辺はまたね、うん、おいおい、いろんな方が、まあ、笠木さん含めいろんな話をね、うん、語ってくださるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、はいはい、そうですね。まあ、まあ、ところで、まあ、その、まあ、笠木さん自身もね、日本を代表するトレイルランナーの一人ということでですね、まあ、今シーズン、いやいやいや、これから活躍が楽しみなところというところあると思うんですけれども、はい、まあ、このシーズンのもう始まりの3月の100マイルということなんですけども、うん、例えば前回、2019年の時は私も覚えてますけど、ウルトラトレイルマウント富士ね、はい、まあ、富士山の近くにお住まいということなんで、これも縁の深い大会だということだと思うんですけど、今年は、これは、こう、スケジュールの中に入ってるんですか？あ、入ってます。お、なるほど。今のところ出る予定でいるんですけど。そうですね。100マイルの方に、ね。100マイルの方に、うん。はい。じゃあ、この、今回の、この熊川の経験も、結構、活かせそうな感じというか、かなり学びはあった感じですか？そうですね。まあ、体勢というか、こういう感じなんだなっていうのは体で感じてるので、うん、ただこの今痛めちゃってる膝が治ってくれればの話なんですけども、うん、はい。まあ、しっかりリカバリー治療して、間に合わせたいなと、何としても間に合わせたいなって思ってますけど。なるほど。はい。ちょっとね、まあそこが少し気がかりなところですけれども、うん、まああまり無理がない。はい。まあ、けど、先は長いと思う。はい、なんか、はい、もちろんあれですよね、UTMF までの間隔が、ね、短いっていうのはもちろん承知の上でだと思うんですけど、それでもやっぱり球磨川っていう大会があるから、はい、ね、九州初でっていうところでそれも選んだというような理解で合ってるんですか？もちろん、もちろんその、うん、その通りで、はい、初がやっぱり九州が良かったなっていうのがあって、はいはい、まあ、やっぱりリカバリー短いってみんなね、やっぱり思ってるし言うと思うんですけど、うん、まあ、自分の中では1ヶ月あればいけるかなっていうすごい、まあ、そういうなんか、はいはい、そういう感じもあったので、うん、まあ、走ってみないと分かんないかなっていう中で、はいはい、まあ、うん、そうですね、やっぱでも膝痛くなってからはちょっと葛藤もありましたけど、うん、でもやっぱりここちょっと走れなくなってもいいから完走したいなっていうのを買っちゃったんで、うんうん、ちょっと体をちょっと壊しちゃったけど完走したかったんで、はい、まあ、はい、それはそれでいいと思ってますけど。うん、どうですか、そこ完走した瞬間の気持ちって どんなところでした？なんか嬉しさなのか、いや、ついに完走できたっていうところなのか。いや、嬉しかったですね。ちょっと、なんか泣きそうな感じでした、自分で。はい、やっぱり今まで、その、まあ、ハセツネも優勝したし、まあ、いろんなね、はい、結果出してらっしゃる。世界選手権も、ね、はい、ありましたけれども、やっぱこの100マイルってやっぱ、はい、時間的にも距離的にも長い分は、やっぱりちょっとなんか、うん、違うところってあったりするんですか？何なんでしょうね。まあ、もちろん達成感はあるんですけど、なんかそれプラス 何かがこうあるような感じだったんですよ、自分の中で。はい。まあ、感動というか、いろんなこう感情が混ざったような、まあ、達成感を超えた達成感みたいな、なんていうんですか、うまく伝えれないですけど、うん、まあすごい、うん、他の大会で得るものとも違いましたか、ゴールした瞬間のっていうのは。まあ似た感じは似た感じなんですけど、やっぱりその、まあ、自分が痛みをこらえて
完走したっていうのはあるかもしれないですけど、はい、ちょっと違った感情も入ってたなっていうゴールだったんで、はい、なんかうまく言葉にできないけど、うん、なんか100マイル完走した人なら分かってくれるかなっていうような感情です、うんうん、はい、まあ、あとはあの、まあ、19年の UTMF があって、うん、去年は、ね、流れてしまったしっていうので、うん、なかなかあのチャンスもそう多くないじゃないですか、100マイル近い出られるかっていうのが、はいはい、そうですね、あ、うん、まあ、そういうのもあったかもしれないですね、やっぱり限られた大会に出れて、うん、まあ、こうやって完走できたっていうのがやっぱあったかもしれないですね、うんうんうん、はい、なるほど、まあそう、まあ、ひとまずは、ね、このリカバリーというか、まあ、膝もね、こう用意していただいて、うん、まあ、UTMF は、まあね、また大きなイベントだし、まあ、地元、まあ、お住まいの、ね、こう、伊勢山に近いところでもあるし、はい、多分、川崎さんに期待してらっしゃる方もたくさん、ね、いると思うんで、まあ、大きなイベントになると思いますけれど、その他にも、ね、あの、例年だと、はい、まあ、川崎さんだと、エリアとかだと、やっぱり、宇治登山駅伝しかり、はい、まあ、はい、派切ねもあるし、まあ、あと、世界選手権のね、代表メンバーということもあるし、結構今年は盛りだくさんなのかなと思うんですけれど、どんな風なシーズンに今年はなりそうというふうに考えていらっしゃいますか？はい、そうですね。今おっしゃったように、やっぱ UTMF の後は登山駅伝に向けてやって、で、11月の世界選手権も控えているので、まあ、カテゴリーは全然違うんですけど、まあ、それに向かって一つ一つ向かってやっていければなと思ってるんですけど、はい。まあ、こういう状況なので、ね、どの大会もどうなるかは全然わかんないので、まあ、開催を信じてやっていくしかないんですかね。はい。なかなか、この、まあ、川崎さんに限った話ではないんですけれども、なんかある、うん、今年はあるかな、今年はあるかなって言いながら、なんかなかったりすると、やっぱりこう、調子狂うっていうか、モチベーションがやっぱりちょっと、こう、おられる経験が重なると、なかなか、こう、思うようにいかない、思うようにっていうか、この、例年ならね、こう、あれがあって、これがあってっていうふうに計算して、ですね、あの、来年はあんなことやりたいみたいなことがこう、まあ、難しかったの。まあ、川崎さんだって多分 UTMF は多分もう2019年の次にはもう完走は多分目指していたとか、多分そういうこともね、はい、考えてらっしゃっただろうし、うん、まあ、はい、なかなかね、その辺もどうなんですかね。まあ、悩むことでもないのかもしれないけれども、やっぱりちょっとこう。そうですね。なんか、複雑というか、なんか、こう、どういうふうに目標を、こう、設定すれば、苦労するところはあったりするんですかね。いや、もちろん、そうですよ。自分はやっぱり人間なので、ね、やっぱり大会なくなっ、中止になったりとか、出られなかったら、やっぱり、こう、落ち込むというか、沈みますし、でも、うまく、ね、落ち込んでばかりもしょうがないので、うまくこう、切り替えて、次はこれだ、次はこれだってやっていってるので、やっぱり、そうですよね。もう開催を信じてやるしかないですよね。特に UTMF なんか今2年間ね、やろうと思って、やるつもり、走るつもりでこう練習してきて、直前で中止が2回続いてるんで、ね、ともやくんとも去年一緒に練習行ってるし。そうそう、ね、ちょうどあの、1年前の今日が一緒に、あの、やってましたね。UTMF のトレーニングで、あれ、70キロぐらいかな、多分。そうだね、あそこの富士宮から、はいはいはい。ね、勝山まで行ったもんね。そうそう。そう。あの、低体温にやりながらみんなで。そう、ものすごい寒くて、あの、最初あれ、天使の手前から始めたんでね。そう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 。で、まあ、ちょっと暑くなってきたし脱ぐかって言ってみんな山入る前に脱いだら、ね、ものすごい山の中寒くなってさそうそうそうブルブル震えて ねあれはいい経験できましたよ、いやでその時走っててもものすごい調子も良さそうだったし、うんうん、あの余裕度も感じてでなんか、まあ、それに関連して今日ちょっと僕が聞きたいなと思ってたのは、うんうん、あのまあUTMF もそうだし、今回の球磨川もそうです。その100マイルに合わせて準備を結構していったのかなっ
っていう印象がね、あの走っていて思ってたんだけど、はいはい、同時に、ね、ITJ だったり、あの、うんうんうん、あとは直前だとおそらくフルマラソンの、あの、あ、はい、BB コースも、ね、あの目指していたと思うんだけど、こういった、はいはい、あのターゲットの違うレースに対してどういう準備を合わせていったのかなっていう、うん、まあ、去年はちょっと聞きたいですね。そうね、去年はあのそうやって一緒に練習やったりとか、うん、その次の日もあの横内選手とかと、またせ、はいはい、あの、言ってたね、釈師だっけ、そう、北富士の先輩3人で、あの自分 B2B というつもりで2日目40キロぐらい行ったのかな、うん、とかそうやってロングトレイルに対する体制をつけてたんだけど、うん、今年に関してはやっぱりそのまずはマラソンのベストを出したいっていうのがあって、1月は1回も山に行ってなかったり、うん、2月に入って、まあ、5、6回山に行ったんだけども、それでも雪がすごくて、御殿場の、うん、なんか30キロぐらいしか行けなかったりとかだったんだけど、まあ、基本的にはそのマラソン練習にしても、まあ、ITJ に向けた練習にしても変えてなくて、うん、まあ、ベースとしては、まあ、月間700キロぐらいを目標に、まあ、コンスタントに練習を続けるという、はい、まあ、ロードにしても山にしても、まあ、積み重ねを大事にするようなイメージでやってるので、特にこれといって100マイルに向けてこれをするっていうのは全然自分はやってないですね。ちょっとあの、うん、うんうんって聞いてたんだけど、700って普通じゃないですよすごい、いやいやいや、はい、コンスタントにそれ積んでいく距離じゃない気がするんだけど、そこがすごいな、まあ、そうですね、だから自分の中ではその疲労をためすぎないように、はいはい、うん、まあその普段の練習にしても追い込みすぎないような、まあ、7、8割の練習を続けてるイメージ、うん、でこう足を作っていくというか体を作っていくイメージをやってるんで、はい、なんか去年のそれこそ、ね、うん、あの1年前一緒に走った時もそういったような話したかなと思っていて、うん、はいはい、あの、あまりペースを上げずにどちらかというとゆっくりと距離を踏むっていうような、うんうんうん、こと言ってたと思うんだけど、その後もそれは変わらず続けていたってことですか、はい、まあ変わってないですね、まあ、成長してないのか変わってないのか分からない、うんうん、いやいやまあでもやっぱり一番は怪我しないでこう継続して練習することが大事かなって思ってるので、うん、うん、まあその月間走行距離にこだわってるわけじゃないけども、はい、まあそのくらいは目安にこう練習を積んでいきたいなっていうのがあって、なるほどなるほど、それは、うん、あの100マイル完走っていうものが意識であったからかな、うんうん、あのか、もしくはあのもっと前から基本がそういう練習だったかっていうとどっちなんですか。いや、もともとはもっと少なかったですね、600キロとかだったんで、やっぱりその100マイル意識させてからは、はい、うん、まあ普段のジョグの時間を増やしたりとか、うん、はい、まあ自分の場、うん、そうスパッと終わる練習じゃなくてこう、うん、まあ泥臭い練習って言ったらあれなのかな、うん、そういうじっくりじっくりでやっていく練習を続けてきたので、じゃあ強度を落として、うん、まあ、時間を伸ばしたっていうような感じですかね、うん、そういう感じですね。うん、うん、その効果ってどうですか、走ってて例えあの、うん、やっぱ感じますか。いや、今回熊川走ってみて思ったのはやっぱりそういうのが生きてきたのかな、うんうん、トレイルで言ったら30キロしかやってないのに、うん、まあこう足はずっと動き続けたので、うん、そういう、まあ、ベースがしっかりしてたのかなっていうのは自分で感じてますけど。なるほど、うん、逆にというかそのフルに対してとか、うん、ITJ みたいなミドルレンジに対して、うん、それが、うん、あの負荷が足りてなかったとか、あんまりそういう、うん、あの感じに思うことはなかったですか。いや特に、うん、まあでもその時その時で ITJ の前はちょっと何ですか、スピードを上げて山入ったりとか、はいはい、まあ、マラソン電車だったらまたちょっと別になってきて、うん、まあ、そういう平地での、まあ、山での筋力をちょっと減らして平地の筋力にするっていうのをちょっと やったので、はい、あ、じゃあ基本的なあのコンセプトとしては、まあ、うん、ある程度量を走るっていうところがありながら、そう、大会に合わせて、まあ、の得意的なトレーニングしていくっていう、まあそういうイメージですね。まあ基本的にマラソン練習も100マイルにはつながるところは絶対あると思うので、はいはい、まあ、そういうのも大事にして、うん、はい、やってます。いや、なんか岩さん、なんかこれさらっと聞いてますけど、うん、すごいですよねやっぱり100マイルやりながらその距離にも合わせていくって、うんうん、なかなかね、うん、
僕もちょっとそういうトレーニングのあのセオリーというかなかなかまあそんな詳しいわけではないんですけれども、どうなんでしょうね。なかなかまあみそういうことを考え、ね、悩んでる人は多分悩むっていうか同じようにこういろんな目標を持ってそれにどう取り組むかっていうことを考えてる人は多いと思うので、まあ、なかなかけど川崎さんの真似ができる人もそんなにいないという気はします。いや聞いてみて思ったけど。そうですよね本当に、うん。多分トレーニングって人それぞれあると思うので。うん、やっぱ一番はあれじゃないですか、自分がこうねやってることが正しいと思ってやり続けることが大事なんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、絶対正解なわけじゃないの で、うん、やっぱり自分が正解と思う練習を やった方がいいと思いますよ。はい、そうですね、うん、けどやっぱり僕も、なんか、そこに、なんかそういう専門的な知識はないんですけども、まあ、やっぱり、こう、川崎さんもね、まあ、今シーズン、今年後半に、11月に控えてらっしゃる世界選手権とかもあって、はい、まあ、日本でも、このスポーツで、本当に世界の頂点に、こう、挑戦しようと、極めようという方も、これから出てくるという中で、まあ、やっぱりそういういろんなノウハウというか、経験とかを、やっぱり、こう、もっと、なんかね、活かせ、こう、共有していく。まあ、笠井さんまだまだこれから活躍の場が多いけど、まあ次にこう若い人が来る人に、こう、そういう人に、こう、いろんなこと伝えていくとかね、いうことも、これから大事なことではあるのかなとは思いましたけどね。まあ、けど、まさにそう、はい、そういう意味でも最先端でいろいろ、こう、ね、走ってる笠井さんなので、ますます、ちょっとこれからもまあ、いくつかのイベント、まあ、UTMF も含めて、ちょっとね、はい、今年も節目節目にお話聞く機会があると思うので、楽しみにしてます。はい。あと、今ですね、YouTube の方も流してるんですけど、ちょっとあんまりそんなに告知しなかったんですけど、はい、コメントいただきましたよ。堀米めぐみさん、ね、熊川出られた方、はい、熊川リバイバルトレイルのぶっちぎりの走り、さすがです。お疲れ様でした、はい、ということで。あ、ありがとうございます。はい。はい。いただきました。ありがとうございます。見ていただいて。はい。ああ、よかったですね。見てくれて。そうです。まあ、すみません。結構、まあ、今のところ配信も順調に流れているようなので、まあ、こういうのが、軌道に乗ったらまたちょっと、はい、ライブのね、こういうチャットでいたりとかいうようなこともできたら面白いかなと思ってるんで、はい。すみません。今日はちょっと、お付き合いいただきましたけど、まあ、これは収録ですので、また後日、はい。ちょっとちゃんとした感じで公開して、繰り返し見ていただくようにしたいと思います。はい。ともやさんどうですかね、こんな感じで、よろしいかな。そうですね。そうですね。もし何か他に、はい。大丈夫ですかな、ね、はい。実はというか僕、前回、岩佐さんと川崎選手で、ITJ 優勝した時に、ポッドキャスト。ああ、はい。はい、知ったじゃないですか、うんうん、あれを聞いて知ったんですけど、はい、実は同い年ことですね。そう、勝手に親近感を覚えてからですね、そう、そうです、はいはい、それがきっかけでちょっと一緒に走りに行きましょうよということで、うん、去年行ってそういうこともあって、うん、なんかすごい、はい、応援してます。いやいやいや、俺も応援してますよ。ありがとうございます。応援されるほどのことは何もできてないですけど、ともやく言ってたんですけど、トレイランナー初の、何ですかね、バレリーナじゃないけど。それね、その話もあったな、バレリーナ。あれはまだ続けてんですかね。あれはですね、バレーは、はい。いや、もうね、全然続かなかったですね。もうね、体がね、硬すぎて、もう土台に乗れないっていう感じがして。でね、なんか、バレエもそうだし、なんかダンスみたいなね、ことやったらいいなと思うんだけど、はいはいはい、踊り方がなんせわかんないとか、自分なんかそういうのあるんだけど、でも、よくよく考えたら、走りたいんですけど、どうやって始めたらいいですかねって、たまに聞かれることとかも。はいはいはい。え、走りたいんですか、うん、なんかそれ走ろうと思ってるんですけど、みたいな、質問をね、ランニングとは関係のないような人からたまに、いたりするんだけど、いや、そんな
普通に体動かして走ればいいじゃんなんて思ってたんだけど、あの僕の言うそのダンスみたいなのも体動かせば、うん、ああそっかそういうんじゃないみたいな、うん、ダンスとバレエあるいはこう ダンスとランニングあるいはバレエとランニングっていうのは相性的にはどうなんですか？トメさんの経験からすると決して悪いわけではない、あんまり向かないんですか？いやいや、あんまり関係ないんじゃないですか、ね、関係ないでもほら柔軟性が大事だからつながるとこもあるとか言って、どうなんですか柔軟性、ね、ランニングあんまり、ね、どこまで必要なのかってありすぎてもいけないっていう話もね、あ聞いたりするし、まあ怪我しにくい体になるかもしれないけどね。そうなんか全然わかんないけど、うん、でもあの、うん、バレエが好きな、ね、興味がある、ね、ランナーなんてなかなか出会わないなと思って実はあの横内選手がバレエ好きみたいで、え、そうなの、僕がこれ見に行ったってあのインスタかなんか上げたら、うん、僕も行きたかったんですっていうメッセージが来て思わぬところに同じ意味を持った人がいるっていうね、それ初耳ですね。ね、初耳で。はいはい。今度会ったらじっくり聞いてみてください。はい。もちろんもちろん。そこは。そっか。はいはい。ありがとうございます。まあ、いい話しちゃいましたね。いいね。いや、けどよかった。そういうあの、うん、その辺の話がね、一番面白いっていうのがありますけど、ね。うんうんうん。まあでも自分もね、これ同世代やっぱ嬉しいんで。うんね、あと荒木浩太選手とかいますけど、九州には。はいはい、うん、そうですね、確かに。荒木さんも、はい、そうですね、同級生なんで、はい、そうか、うん。なんかそういうと、年齢的に言うと、ね、うん、若手の部類じゃ全然ないけど、うん、今までずっと走ってきた中で、通しての体の変化って、今、どんな風に受け止めてますか？いや、そこまで、なんですかね。まあ確かに、こう、疲労が抜けにくいのは感じてますけど、うん、なんかもう40近いなっていう感じも全然自分ではしてなくて、うん、はい。なんか、年齢って取ってるだけで、うん、まあ、気のせいなのかなと思いながら。はい。いや、ね、どんどん、まあそのうちガクッときますよ。僕は言わなくていい。いや、でもね、うん、100枚やられてる方も40超えてからの人も多いですし、超えてる人も多いですし、うん、はい、なんか、まだまだ全然いけるかなっていうのは思ってますよ。すごい、ね。この前の ITJ も本当に、あの、相手のトップ選手揃った中でも、やっぱり強いし。ね、いやいや、ITJ はね、ちょっと若返りましたよね、うん、表彰台がちょっと。うん、去年に関してはね、うん、もう。うんうんうん、なんか周りみんな20代で、はい、一回り違うじゃんとか言ってたりとかはい、はい、するんですけど、やっぱりそういう人たちからしたらやっぱり川崎さん、まあね、はじめそういう世代こう経験豊富な人たちが乗り越えるべきこの、はい、ライバルというか、まあね、そういう、うん、ね、逆に胸を貸すというようなことが期待されるようなこと、きっとこれからあるんですかね。特に100は。そうですね、うん。はい。それで言うと、どうですか、UTMF に向けては、なんか戦略的なものとか、なんかどんな感じで走ろうかなっていうのは考えてることありますか？いや、まずは足を直して、うんうん、そんな、まあ、これからですかね、考えるというか。うん、まあでも大体のこうコースのイメージはついてるので、うん、こう熊川よりはこう、まあ、作戦というか走り方を考えやすいのかなって思いますけど、あんまりでも意識しないように、うん、というか、はい、まあ、楽しく完走できたらいいかなと思うんですけどね。ああ、確かに。なんか、うん、嫌なイメージで終わりたくないので。はい、はい。まあ、エイドもね、はい、人多いし、ね、そうですね。今年がどんな感じに盛り上がるのかっていうのはね、ちょっと2桁見ないと分かんないところはあるけど、ね、そこも楽しみですよね、うん、そうですね、あれはテンション上がりますもんね、あんだけこう盛り上がってくれると、うんうん、はい、開催してほしいです、ね、うん、私は聞く限りは順調に進んでいるようですので、多分今年は、ね、はい、設定種のこれまでの積み上げたものを発揮する、はい、ね、うん、年になると思いますので、楽しみにしたいと思います。
はい。そうですね。はい。じゃあ、ちょっとお時間も、ね、だいぶいい時間になりましたので、はい、このあたりにしましょうかね。はい。はい、今日は、はい、DC ウィークリーライブの、これでお送りするインタビューのライブで収録ということで、川崎屋さんに付き合いいただきました。はい。ですね。はい。そういうわけで、まあ、この、まあ、またね、ライブ配信やったりとかもしたいと思ってますので、ぜひいろんな方に見ていただけると、だと思います。もし、今、ライブ配信見ていただいている方で、前半見逃したという方は、来週の、できれば明日、まあ、前半のうちには、この、もう一回動画にして、YouTube で公開したりとか、あるいは、ポッドキャストとかで公開したいと思ってますので、お聞き逃しになった方は、ちょっと最初からまた、そちらで聞けるようにしたいと思ってますので、ぜひ、聞いていただければと思います。はい。というわけで、今週は、ゲスト、川崎祐也さんでした。一緒に、智也さんにお付き合いいただきました。ありがとうござい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 ました。